皆さんこんにちは。近頃はジャンクの沼に溺れてます、エビカニです。最近少々根の張るジャンクばっかり手を出してはゴミに変身させてを繰り返してます。もう全然治りません。いや、治せません。ということで今回はお手頃なジャンクをやっていきたいなと思います。こちらですね、こちらスーパーファミンコです。初心に戻って直せそうなジャンクを選んでみました。値段は330円ですね。お手頃ですよね。で、どんな故障かというと、ここにも書いてあるんですけど、ゲーム起動したら画面がほぼノイズということです。スーパーファミコンを分解するのも修理するのも初めてなんですけど、聞くところによるとこういう症状って中の基板のコンデンサ交換で改善できるそうなので、今回はそれをやっていきたいと思います。あとは直せたらこの電源の USB 化もやってみようかなと思ってます。これは子供の頃死ぬほど遊んだので楽しみですね。それじゃまずは動作確認からやっていきましょう。はい、準備できました。で、使用するソフトはこれですね。川の虫釣り2。これめっちゃ面白いです。子供の頃死ぬほどこれやりました。じゃあ挿していきます。スイッチオン。電源ランプはついてます。画面がどうかな。さあ画面の方は信号は来てますね。あ、画面映ってないじゃないですかね。映ってないですね。音は出てるけど、あ、映った。映ったり。あ、乱れるってこういうことか。あ、こんな感じか。映ったとしても、ちょっと画面が乱れてるって感じですね。さすがにこれじゃ遊べないですね。一応このカセットの方に接点復活剤やってみます。これでどうでしょうか。あ、変わらないっすね。映るときは映るんですけど、やっぱ画面ちょっと表示変ですね。はい、これやっぱりこの中の基板がおかしいみたいですね。じゃあちょっと分解して中身見ていきたいと思います。で、この任天堂とかのレトロゲーム分解するときはこういった特殊ドライバー必要なので、これを用意します。知ってますよね。裏のネジ6本外していきます。よし、ネジ外れました。じゃあ開けていきます。オープン。あ、結構汚いですね。こんな感じでホコリ結構入っちゃってます。興奮しますね。じゃあちょっと掃除だけしたいと思います。大きめのホコリだけ取れました。あと、ちなみに今回のこのスーパーファミコンは初期型らしいですね。初期型と中期型後期型って分かれているらしいんですけど、この後ろのゴム足が4つついてるのが初期型らしいです。で、あとはここに基板がもう1個ついてるんですけど、これサウンドカードっていうらしいんですけど、これがくっついてるのも初期型の特徴らしいですね。で、問題のコンデンサーなんですけど、ここのプレートの裏側にあるんで、とりあえず見えるように分解したいと思います。はい、こんな感じで基板だけになりました。基板だけだと特に異常な点はないですね。多分、電源は入るんで燃えたりとかそういうのはないですね。で、問題のコンデンサーがここら辺のコンデンサーなんですけど、特に見た目的には問題ないんですよね。液漏れとかしてるのかなと思ったんですけど、若干ですけど、ここのこれか、心の足の判断のところがちょっと腐食してるかなぐらいですね。
一応この状態で容量が測れるかちょっと試してみます。ここの縦のラインで並列につながってるらしいので、まあ合計200マイクロファラドって感じなんですかね。ちょっとその辺回路にはあんま詳しくないのであんまり詳しいことは言えないですけど、まあ、166マイクロファラドと176マイクロファラド、ちょっとこのままじゃやっぱりわかんないんで一旦こいつ外してみたいと思います。じゃあまずはこの辺の全部変えたいので、この辺の足にモリハンダーしていきます。よし、そしたらハンダゴテを2つ使って外してみます。OK、 外れましたね。結構すんなり外れてくれますね。はい、もうこんなもんでいいでしょう。じゃあ一旦こいつは置いといて、ちょっとこの外したコンデンサがどんな容量なのかちょっと見ていきたいと思います。97、あんまり減ってないですね。こっちも93、これは103、全然問題ないっすね。多分これなのかな、多分このコンデンサーですね。ちょっと表示がおかしいんで、まあ、この100マイクロファラットのコンデンサーが多分、なんか悪さをしてたんだと思います。まあ、せっかく全部外したんで今回はこれ全部交換したいと思います。はい、こんな感じで足を調整して準備できました。でこれらを取り付けていきたいと思います。そしたらさっき一旦吸い取ったランドなんですけど、もう一回モリハンダーしていきたいと思います。はい、こんな感じでハンダー盛りました。コンデンサーつけていきたいと思います。コンデンサー極性があるみたいなので注意が必要ですね。逆につけちゃったりすると壊れたりする可能性があるんで、ここの帯がある方がマイナス側ですね。書いてありますね、マイナスって。向き的にはマイナスがこっち側ですね。これでつけていきます。だいたいこんな感じでつけました。結構うまくつけられたんじゃないかなと思います。ちょっとこの辺足が微妙だけど、よし、じゃあ一回これで動作確認していきたいと思います。スイッチ入れます。直ってるといいな。スイッチオン。あ、映ってない。なんで映ってませんね。もう一回。あ、映ってない。ちょっと1回目は失敗ですね。1回目動作確認したらちょっと映んなかったんで、いろいろ基板見てたんですけど、ここのコンデンサーですね、33マイクロファラドかな、これが何の回路かっていうのはちょっとわかんないんですけど、こいつの容量を測ってみるとちょっとおかしいんですよね。13とかで、上の方も同じコンデンサーなんですけど、こっちの方を測ってみるとこっちの方は50とかそんな感じなんですよね。ちょっと一回じゃあこれが怪しいんで、こいつも交換してみようかなと思います。
一応買った Amazon のセットの中に33マイクロファラットの16ボルト耐圧のものがあったので、これをここだけ付け替えてみたいと思います。はい、こんな感じで取り付け完了しました。で、容量測ってみたらやっぱりこの外した方は容量抜けちゃってたみたいですね。33のところが9とかになってたんで、一応こいつ交換で直ったりするのかな。とりあえずまた仮組みして動作確認してみたいと思います。はい、ということでちょっと今手持ちカメラなんですけど動作確認してみます。スイッチオン、ランプはついてます。あ、映像出ないな、なんでだ、くっそ映像出ないな。ですね、今またいろいろ調べてたんですけど、こことここの間ですね、ここがちょっと線が切れちゃってるのかなっていうような気がしますね。ごめんなさい、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、あ、一回これコンデンサーを外したんですけど、ここからここまでこんな感じで線が通ってるんですよね、パターンが。で、今これ導通モードで確認したところ、こことここが導通してないんですよね。こことここからここまでは導通してるんですけど、ここからここまで、ここが導通してないですね。この辺をちょこっと剥いでこんな感じでやったところ、ここは繋がってるんですよ。で、ここからここまでが繋がってないんで、この辺くっつけちゃえば、こことここをハンダでくっつけちゃえば平気なんじゃないかなというふうに思います。ここのパターンを露出してあげて、で、ちょこっと露出してあげてくっつけちゃえばいけるんじゃないかな。くっついたかな。あ、いけましたね。これで大丈夫なんじゃないかなと思います。ちょっとこれでもう一回コンデンサーをつけて試してみたいと思います。はい、何回目か分かりませんが、じゃあ動作確認していきます。スイッチ入れますね。スイッチオン。さあどうだ。あ、ついた。よし、やりました。いや嬉しいな。映像も問題なく綺麗になりましたね。あ、いい感じ、いい感じ。おっしゃー、修理成功ですね。いや嬉しいな。やっぱりコンデンサーを外すときかくっつけるときにパターンに傷がついちゃってたみたいですね。なんで見た目では平気そうだったんですけど、内側の方で断線しちゃってたみたいです。よし、オッケー。とりあえずは第一目標達成ですね。はい、じゃあこの基板の修理の方は無事に終わったので、今度は電源の USB のタイプ C 化をやっていきたいと思います。まあ、これに関しては何通りか方法があるみたいなんですけど、今回は、ここのこいつ、これ3端子レギュレーターってやつなんですけど、こいつを外して直接5ボルトを注入する方法でやってみたいと思います。スーパーファミコンって AC アダプターから 10V 来て、ここで 5V に変換して出力してるみたいなので、詳しくは分かんないですけど、まあ直接これを外して直接ここに 5V を入れるっていう方法をやっていきたいと思います。どんな手順でやっていくかっていうと、まずはここのレギュレーターを外して、左端と右端を線でつないでショートさせるらしいです。
で真ん中とここかな、ここから配線して USB につなげば OK らしいですね。まあ意外と簡単にできそうではありますよね。まあ、発案者の人に感謝ですね。元あった AC アダプターを挿すところは外しちゃいたいと思います。でここを外して USB Type-C をここに接続できるようにできたらなと思います。じゃあこんな感じでやっていきたいと思います。よし、じゃあまずはこいつを外していきたいと思います。とりあえず裏から温めればいけるんじゃないかな。熱いな低融点ハンダを使います。フラックスを塗って低融点ハンダ持ってきます。こんなもんでいいかな。で押して、あ、取れた、取れましたね。取ることができました。一応これは捨てないで保管しておきます。で、USB の Type-C コネクタは Amazon で買ったこれを使います。ちょっと太すぎるかもしれないですけど、線はこれ使ってます。車用に買ったやつですね。左端の U ってところをこの赤い線で、 G ですね、これまあグランドだかな、わかんないけど、これを黒い線でつなぎます。感じかな。これいいや。こんな感じで配線しました。で、そしたら黒い配線をこのレギュレーターがついてた足の真ん中のところで、赤い配線がこの部分ですね。ここはヒューズらしいんですけど、こことここにこんな感じで配線するらしいです。じゃあやっていきます。黒い方をここで、赤がとりあえずこれで OK みたいですね。一回これで電源が入るかどうか確認してみます。はい、こんな感じでとりあえずは USB を USB の Type-C ですね、つなぎました。じゃあ動作確認してみたいと思います。スイッチオン、ランプ光ってますね。お、映像出ましたね。あ、よかった、一発でうまくいきましたね。 USB のタイプ C の電源化うまくいきました。いや、よかった。はい、ということで無事に USB 化が成功したので、このタイプ C の電源コネクタをどこにつけるかっていう感じですよね。まあ、ここの DCインのところが空いてるので、ここにこんな感じでつくように調整したいと思います。ちょっとここが加工が必要ですね。こんな感じで加工してきました。これで隙間をパテとかでね、ホットボンドとかで埋めちゃえばいいかなと思います。これで組み立てちゃえばもう終わりなんですけど、さすがにこの黄ばみとかちょっと気になるんで、まあ、ハイターにつけてもいいんですけど、今回は、ちょっと塗装してみようかなと思います。とりあえず、外装全部バラバラにしたんですけど、塗るのは、こいつと、こいつと、外側の、この辺のと、あとは、本体の下ですね。この辺のボタンは、このままにしたいと思います。じゃあ、一回洗ってから、塗装していきます。
ちょっと素人塗装なんで微妙なところはあるんですけど、まあ、こんなところとか若干剥げちゃってるんですけど、まあ気にせずにいきたいと思います。それじゃ、組み立てていきたいと思います。はい、完成しました。結構いい感じじゃないですか。ちょっと塗りが甘いとかありますけど、まあしょうがないですよね、素人塗装で。でこの塗料がどんな耐久性かちょっとわかんないですけど、まあ今のところは問題なく使えそうですね。よし、それじゃあテストプレイやってみましょう。よし、じゃあスイッチ入れます。スイッチオン。はい、無事につきましたね。まあこのままですけど、ちょっとテストプレイしますね。あ、釣れた。これ魚の大きさによって音が変わるんですよね。あ、これは難しいやつ。あ、これもちっちゃいな。小さいのは逃がす。はい、ということで今回は壊れたスーパーファミコンの修理と電源の改造、シェルの塗装をやってみました。修理以外は完全に自己満足ですけどね。やっぱりどんなジャンクでも直せると嬉しいですよね。ジャンクっていいですね。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。バイバーイ。